それじゃあみんな席に着いたことだし、初めての人のために軽くこのコーナーを説明するね。まあ新人アイドルって言ってもモアモアジャンプはみのりちゃん以外全員ベテランだけどね。あ、台本の流れに戻った。そうだね、私たちだけじゃ無理だったと思うけど、ファンのみんなの力も借りてなんとか成功できたんだ。その衣装もファンの手作りなんでしょ。すごいよね。かわいい。そうなんです。今日も初めてのテレビ出演で衣装どうしようかなって悩んだんですけど、ファンのみんなにテレビでもお礼を伝えたいよねって話になって、今日はこの衣装で出演することにしたんです。これってデザインもファンの人がやってくれてるの？ううん、ベースのデザインはしずくがやってくれたんだ。それをもとにファンのみんなが作ってくれたんだよ。へー、しずくってデザインとかできたんだ。今回が初めてだったからいろいろ悩んだの。最初はお花とかつけたら可愛いんじゃないかと思って、スマホで花言葉を調べようと思ったんだけど、なぜか地図が表示されて戻らなくなっちゃって大変だったわ。ああ、しずくはちょっと機械に弱いのよ。この前もスマホの電源が入らなくて壊れたかと思ったら、充電器が刺さってなかっただけだったって言ってたしね。はるかちゃん、なんだか恥ずかしいわ。でもライブでファンの力を借りたり、衣装を作ってもらったり、モアモアジャンプは普通のアイドルよりもっとファンとの距離が近い感じなんだね。ええ、モアモアジャンプは配信をメインに活動していて、ファンのみんなとのコミュニケーションを大事にしているの。そうなんだ。でも最初は幻滅されたんじゃない？だってしずくチアフルデイズの時とキャラ違うじゃん。出たわね、この質問。台本にないんですけど。マリナちゃんがせっかく台本の流れに戻してくれたのにね。だってみんなも気になってるでしょ。しかもうちにいた時より楽しくやってるっぽいし。チアフルデイズの時も楽しかったわよ。本当に？でも前は何をやっても完璧なしずく様って感じだったじゃん。なのに今はさっきのスマホの話もそうだけど、なんかこうふわふわってした雰囲気だし、ここまで路線変更してチアフルデイズの時のファンに悲しまれなかった？っていうか、どっちのしずくが本当のしずくなの？それはこれだけ突っ込んだ質問が来てもカメラは回り続けてる。ということは、打ち合わせで言ってた通り、アイハザはそういう番組で、私たちは撮れ高を求められてる。だから日暮さんも全力でやろうと思ってるのでよろしくお願いしますね。で、私は実は答えを知ってるんだけど、みんな気になってるかなって思って。
みんなの言う通り、気になってる人も多いはずだものね。この機会にしっかりお話しさせてもらうわ。私はチアフルデイズのメンバーとして活動していた時、いつもの私とは違う私を演じていたの。言い訳にしかならないけれど、あの頃の私は自分に自信がなくてとても弱かったから、だから全てを完璧にこなす人に憧れて、私もそういう人になりたくて、強い自分を演じることでそこに近づこうと思ったの。しずくちゃん、まるで自分からそうしたみたいに話してる。本当は事務所の方針だったはずなのに。けれど、私一人で違う自分を演じるのは難しくて、チアフルデイズのみんなを巻き込んでしまって、たくさん迷惑をかけたわ。ううん、みんなだけじゃないわね。私を支えてくれていた事務所の人たちや、お仕事で関わってくれていた人たち、そしてそんな私を好きでいてくれたファンのみんなのことも、グループの脱退で幻滅させてしまって、本当に不甲斐ないセンターだったと思うわ。本当にごめんなさい。しずくちゃん、コーヒーの好み聞かれてる時に、なぜか紅茶の話し始めた時とか、どう持っていけばいいか本当悩んだっけ。大丈夫よ。いつか話さなければならないと思っていたし、全て本当のことだから。それに私気づいたの。チアフルデイズの自分も今の自分も同じ私なんだって。え？今話した通り、私はチアフルデイズのみんなやスタッフさんの力を借りて完璧な自分を演じていたわ。だから、チアフルデイズを脱退して、モアモアジャンプで生配信をメインに活動することになったとき、前のような私を演じることは難しくなってしまって、悩んだの。私は素の自分の不甲斐なさを理解していたから、こんな私を見せてしまったら、ずっとファンでいてくれている人を幻滅させてしまうだろうし。いいえ、本当は何より私自身が恐れていたわ。素のままの私をみんなに好きって言ってもらえるのかって。しずく、でも私は素のままの自分でいることを選んだ。それは、素の私でしか届けられないものがあるって、飾らないいつもの私が好きだって言ってくれる人たちがいたから。だから、もしもファンのみんなをがっかりさせてしまっても、これからはありのままの私で精一杯みんなに希望を届けていこうと思ったの。だけど、みんなは私が思っていた以上にありのままの私を受け入れてくれたの。
そうしてみんなの温かさに恵まれて、緊張しながら少しずつ、私も見てくれているみんなと同じように、素の自分をアイドルとして認められるようになって、このままでいていいんだって思えた時に、ふと気づいたわ。私がアイドルとしてファンのみんなに届けたいものは、前も今も変わっていないって。だってあの頃も今の私と同じように、ファンのみんなに希望を届けたいって気持ちで活動していたから。前の私の方が好きだったって言ってくれる人に、今の私を好きになってくださいとは言えないわ。でもチアフルデイズの私も、モアモアジャンプの私も、私自身、私の一部なの。だから私がファンのみんなを思う気持ちは本物で、嘘偽りはなかった。それだけはいつか伝えたいと思っていたから、ありがとう、アリサちゃん。こうして話す機会をくれて。それにアイドルハザードさんにも、こういう場を設けてもらえたこと、とてもありがたく思っています。私は本当にまだまだですが、よかったらこれからも応援よろしくお願いします。別に私は、ちょっとマリナ、現金すぎでしょ。でもまあ、なんか結構時間使っちゃったし、この後は順番に質問していこっかな。もちろん台本も意識しながらね。どうなることかと思ったけど、乗り切れたわね。きっと雫自身もこんなことになるなんて想像もしてなかったと思うけど。あんたがかつて事務所から与えられた理想なんかより、ずっとかっこよくて、最高のアイドルだわ。